いいぞ、今のでファステストラップ更新だ。ファイナルラップだぞ。最高の走りだった。レースを制したぞ。またしても素晴らしいグランプリでした。イタリアで堂々の優勝です。アンソニー、今日の勝負の明暗を分けたのは何だったのでしょうか。少し大雑把な解説に思われるかもしれませんが、詰まるところマシンクオリティに行き着くのだと個人的には言いたいところですね。もちろんドライバーの腕も重要ですが、チームのしっかりしたバックアップがなければどれだけ実力があろうと意味がありません。
優秀なドライバーと優れたマシンが両方揃って初めて今日のような結果が出るんです。さあ、チームの見事な勝利でした。本日のレッドブルが見せた素晴らしいレースに私たちの腰は椅子から浮きっぱなしでした。チームを祝福しましょう。さあ、聞かせてください。今日のドライバーオブザデーには誰を推しますか？今日のマックス・フェルスタッペンは何の苦もなく他のドライバーを簡単に抜き去っていたように見えました。もちろん僕が選ぶのは彼です。今回のウィークエンドはこれで終了です。ご覧いただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。